皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はウェブサイトで集客できる写真を撮るときに押さえておきたいポイントとはということについてお話をしていきたいと思います。ウェブサイトを新しく構築するとか、またはレッスンメニューをリニューアルするとか、商品構成を変えるとかいった場合にはですね、まあ、通常写真とかがまた別途必要になったりすることがあります。特にゼロから作り始める方とかは、ヘッダーと呼ばれる一番メインビジュアルになる大きい写真とか、そういった写真も持ってないケースが多いですよね。そうなると、まず写真を撮らなくてはいけない、ないしはプロに頼むにしてもですね、そのホームページないしはまあブログでも構わないんですが、そこの中にその写真を入れる意味とか、それを理解した上で、撮っていかなくてはいけないんですよね。ですから、綺麗な写真っていうのはもちろん綺麗な方がいいんです。だけれども、その綺麗さの中にかつ伝えなくてはいけない意図が写真の中には盛り込まれていないと、集客はしづらいものになってしまうんですね。もちろん圧倒的に写真が美しければ、私も経験ありますが、文章がそんなにたくさん書いてなかったとしてもですね、その写真だけで集客できてしまうケースがあります。例えばですね、以前に私が経験したものですと、珍しい、そうですね、当時多分販売されていなかったあんこなんですけど、ラムネの色をした綺麗なブルーのあんこがありましてですね、それを展示会で見て面白いなと思ってサンプルを取り寄せて、でそれで作ったんですね。夏の色にぴったりだから、夏のパンのイベントで使おうかなと思って2月ぐらいにやったわけなんですけども、でそれを試作して写真を撮ってアップしたんですね。こういうあんこが手に入ったみたいな感じのイメージがあったんですけどもね。で当然見た人はそれを見たこともないし、当然食べたこともないものなわけですよ。そうすると何これっていうことになって、作ってみたい、食べてみたいっていう、そういう方からですね、もう問い合わせがあって、イベントレッスンを組むために私は写真を撮っただけだったんですけれども、結果としてはそれをSNS にアップすることで、もうそれで席が埋まっちゃったんですよ。概要とか内容とか何日でいくらでとか全然書いてなくてです。ですから、それぐらいこうインパクトがある写真だったりすると勝手に決まる部分があるっていうのは重々分かっていることなんですけれども、とはいえですね、ホームページって、写真だけで全て決まるわけではないので、とはいえ重要なんですね。なので今日はですね、そのホームページ用の写真を、どのように、撮っていったらいいのか、どのポイントに気をつけたらいいのかということについてお伝えしていきたいと思います。まずですね、ホームページ用で写真を撮るっていうことを考えた時にですね、二方向で考える必要があります。まず一つ目は、意図ですね、コンセプトに沿っているかどうかっていうことが第一優先になります。例えばウェブサイト全体が持つ雰囲気っていうのがありますよね。しかもそれは呼びたい、お客様の属性に合わせなくてはいけないので、10代の方を呼びたいっていうケースは少ないと思うんですけどね、20代を呼びたいウェブサイトなのか50代を呼びたいウェブサイトなのかでやはり作りが変わってきます。20代とかだとやはりポップで元気で、インスタグラムとかを見ても分かると思うんですけど、カラフルで明るくって、弾けるようなイメージですね。そういうものの方が好まれる傾向にあります。顧客属性の傾向ですね。で50代とかになってくると、もちろんそのポップなカラフルなものを好む方とかもいらっしゃいますけれども、少し落ち着いてきた感じ、色味も少しトーンが抑えられて上品でとか、使えるお金が違ってくるっていうのが一番大きな原因だと思うんですけれども、そういう人たちが好む色合いとか上質さ、ポップで元気で明るい感じ、これ自身がもうすでに呼びたい人の属性によって全然変わってきてしまうので、例えば同じパンの写真を撮るにしても、ポップ寄りに撮るのか落ち着いたクラシカル寄りに撮るのかで同じパンでも全然演出変えてしまうことができるんですね。でかつそれに加えて、そのご自身が持っているブランディングですね、私はこういうふうに見られたい、
気さくで楽しい先生でワイワイするのが大好き明るいみたいな雰囲気で見せたい先生はそれでいいと思いますし、私自身のもともとやっていたパン教室っていうのは50代をターゲットにしていて、もちろん元気でアクティブな50代っていう部分は目指してはいたんですけれども、まあ、楽しいことが大好きみたいな、だからちょっと変わった面白いことが好き、まあ、だから成形もちょっと変わった成形のパンを渡してたんですけれども、そういった方たちに好まれるようなデザイン、かつ、まあ、自分のブランド、割とそうですね、お値段も高めの教室だったので、高級感のあるということで、グレーとか金とかグリーンとかそのあたりを基調にして、ブラウンも差し色で入れたりしながらホームページを作るっていう構成に変えて、で、書体も明朝体とか少し落ち着いた大人の女性が好むような書体にして、さっきの若い方のポップな方だとやっぱゴシック体とか丸文字みたいなものとかそういうものがおそらく好まれると思うんですけどね。なのでその作るホームページが全体が醸し出す雰囲気とかが変わってきてしまうので、当然それに合わせて取り分けもしていくことになってしまうんですね。例えば、さっきの若者向けのパンっていうふうにやると、まあ、カラフルなものが良かったりとか、そういう色で表現するときにはそれができるんですけど、じゃあ質感で表現するときどうするのかっていうと、パキッとした感じの、ちょっとそうですね、色合いが強めのもので、明暗コントラストがはっきりしているような彩度高めみたいな、そういう多分取り方をして、で落ち着いたその上の方たちが上質なとか上品なっていうと、彩度は少し低めで落ち着いたトーンで高級感を感じられるような色合いで、かつ配置する小物とかもそれに合わせたお皿とかカトラリーとかっていうのを配置していくようになりますので、そもそも写真を撮る背景が全然変わってしまうんですね。で、それに加えてですね、その例えばお料理とかの場合だと季節感を出さなくてはいけないので、この料理は春に出す、この料理は冬に出すとかっていう、その季節メニューを一気に取らなくちゃいけない時、まあ、食材が手に入らない時とかもあるんですけど、もし一気に取りだめをするような必要があったら、夏の光を感じさせるように取る取り方と冬の光を感じさせるように取る取り方っていうのが、カメラの操作が全然変わってきちゃうんですね。ですからコンセプトと、あと顧客対象誰に見せたいのか、あと季節感を入れるのであれば季節感とか、そういったものを考慮した状態で撮っていく必要があるので、その思考と思想的に、まあ、考える部分の大まかな流れがまず一つ目ですね。でもう一つ目は技術的な部分です。技術的な部分っていうのは、ちょっとさっき言った部分も入ってくるんですが、例えば季節とかを感じさせる光というお話をしたんですけれども、まず写真を撮るときに決定的にですね、その写真の出来の良し悪しを決める重要なポイントがあるんです。でそれが一番重要なのがピントピントを合わせることっていうことと、次に重要なのが、まあ、構図ですね。はい、ピントはもうボケてたらその写真って基本使い物にならないんですよ。これはフォトショップで加工しようとしてももうどうにもならないっていうところなんで、ピントだけはしっかり合わせる。じゃあピントはどうやって合わせたらいいのかっていうと、自分が注目してもらいたい被写体にやっぱりピントが合うようにした方がいいですよね。どこまでぼかすかっていう、ぼかしの部分は一眼レフとかは割と簡単にできますけど、最近ですとね、スマホとかでもアプリでどこまでぼやかすみたいなのをアプリで加工できるソフトがあるのは知ってるんですが、若干不自然かなっていうのはありますね。ぼかす範囲を決めるっていうことは、そこに目を集中させて注目させるっていう効果があるので、ぼかさないっていう撮り方をしなくてはいけない写真もあるし、ぼかすと決めて撮る写真もあるんですけど、どのみちですね、ピントが合っていてという前提になるので、ピントが狂ってるともう写真として基本ダメなんですよ。だからピント合わせてる実感がないっていう写真の撮り方をしている方は、早急にそれはどうにかした方がいいです。なぜならばピントっていうのは自分の視線と目線であり、これを見てねっていうものを伝えたいものになるので、それがわからないっていうことは見てる人にも当然伝わらないっていうことになりますので、見てる人があ
このパン習いたい、このお料理習いたい、例えばビーズとかいう雑貨でも構わないんですけど、うわこのビーズ素敵、もう先生のとこ習いに行きたいって思う、これ素敵って思うポイントは作っているないし教えている先生が一番よく分かっているはずなんですよ。確かに私はカメラも教えているコンサルタントではありますけど、自分自身が写真を20年以上やってるっていうことと、あとは、まあ、やってるっていうのはプロとしてではありません。ただ写真は教えてます。なんていうのかな、その要は自分が到達している領域よりそこまで行ってない技術の人を教えてるっていうことになります。ただですね、パンとかはものすごく撮っていて、パンに対する愛情とかもありますから、そういう人が撮る写真と普段から例えば車ばっかり撮っていたりとかですね、風景写真ばっかり撮ってる人が例えばプロだったとしてもですね、パンを撮る時とかに私と同じように撮れるかっていうとそれ難しいんですよ。やっぱり目線が違うし、そのじゃあパンのどこが一番いいのか、私はその顔って言ってますけど、そのパンの中のここ見てほしい、ここの顔綺麗よね、可愛いよねっていうとこ分かってます。でもそれ説明しないとやっぱり分かってもらえないので、そういう意味では技術は駆使できるけど、そのまんま撮影できるかっていうとそうでもなかったりして、場合によってそのプロの得意じゃない領域の方よりは私の方がパンの写真がうまいということがあったりします。ですのでその得意な領域の人はもう全然もちろん叶いませんよ。だけれどもそうでない限りは、例えば先生がその撮り方とかをね覚えた場合には、もしかしたらプロの方よりも、生徒さんに伝わる写真が撮れる可能性があるということなんです。なので写真は長く時間がかかってもいいから覚えてってほしいんです。なぜならばその作った作品に対する愛情を一番深く持っているのは先生ご自身だからです。なのでその先生ご自身がちゃんと撮る方が絶対にいい写真になるんですよ。まあ、これ文章も一緒なんですけどね、文章もライターさんと呼ばれる人たちいますけれども、ライターさんはあなたご本人ではないので、その言葉の口調とかポイントとかがやっぱり違ってきちゃうんですよね。だから、まあ、ちょっと借りてきたような言葉になっちゃうみたいなところがありますので、文章もご本人に書いていただくっていうことを私はまあ推奨している。だからそこは自動化できない、他人に渡せない領域っていうことで私はね考えてます。ただ私がこれでですね、もう死ぬほど忙しくなってあらゆる媒体で喋りまくってて、でそれをつないだらなんか文章になるんじゃないかみたいなぐらいに大量発信をしている状態において、優秀なライターさんがいて私の意図を汲み取ってくれる人がいたら、このあたりをちょいちょいつまんで作ってねっていうのが将来的にできるようになるのかもしれませんけれども、まあまあ通常は難しいです、自分でやっぱ書くっていうことですね。ですからそのことを考えた上でもピントがボケてるともう写真として使い物にならないので、そこはきちんと理解して撮った方がいいですね。あとはスタイリング、構図の方ですね。構図の方は後でフォトショップで動かすっていうともう大変なことになるので、基本後で変更できない部分なんですよ。で、縦位置の写真と横位置の写真っていうのは組み直す必要が本来はあります。中を切り取ってもちろん横位置だっていうふうに言っても全然構わないんですけれども、縦位置は縦位置で見せたい写真があって、例えば全体を見せていくとか奥行きがある写真を見せるとか、でも横位置は、割と説明的な写真が多いんですけど、まあ縦位置も横位置も俯瞰で撮ったりとかアングル違いとかいろいろあるんですけれども、要は意図によって写真って伝える内容が変わってくるので、それを伝えるために構図っていうものがあったりしますので、構図は後から変えられないですね。だからこの2点だけはどうしても最初に考えなくてはいけない部分になります。でそれにプラスしてあと光ですね。ここが多分写真では一番難しいところで、光を感じて、この光で撮るっていうのを決めるっていうのは最初のうちはね難しいのかもしれないですけれども、まあ、太陽光が一番物の色とか再現性とかはとても綺麗に撮れるので、日中の電灯を消した状態で光が入る明るい室内で、薄いカーテン、レースカーテンみたいなものをやって、ディフューズって言って少し光を柔らかく和らげるみたいな、ね、撮り方で撮っていくっていうのがまあまあスタンダードセオリーな感じです。ただ、まあ、これについてはですね、
ある程度暗めに撮っちゃったとしても、あまり加工ばかり私はお勧めするのは好きではないのですが、フォトショップとかあとアプリとかで加工をしていくと明るくするっていうのはそこまで難しいことではないんですね。で、サイドを足す、鮮やかさを足すとかいうのもできるし、あとホワイトバランスといって色合いをちょっと暖色系のものにしたり寒色系のものにしたりっていう色合いをちょっと足して変えていくっていうこともできるんですけど、おすすめはですね、極力アプリをなるべく使わない、特に初心者のうちはアプリ加工する時間が結構取られるんですよ。だからある程度写真を撮る段階で設定を全部して、あ、いいなっていうところまでまずは撮って、でそれをさらにクオリティアップするために、使うみたいな感じ、お化粧をさらに綺麗にするために。でもそれももう際限なく時間を使ってると本末転倒で何のためにやってるか分からなくなってしまうので、光ですね、光っていうのは非常に大事なポイントになってきます。でここがまずどうしても押さえておいてほしい写真を撮る上での準備の段階でのお話なんですね。でそれにかつ加えてこれからお話しするお話は、ウェブサイトに入れていくんならちょっとこのあたりは気をつけてねっていう話をしていきたいというふうに思います。要はウェブサイトに入れていくっていう観点から考えている場合ですね。まずですね、ウェブサイトに入れていく場合に縦なのか横なのかって言ったら、割と横写真の方がよく使えるんですよ。なぜならば、スクロールが増えちゃうっていうのがあります、縦写真だと。スポンシブデザインっていうのを考えても、縦長の写真が続くとものすごくスクロールが多くなってしまうので、レスポンシブデザインっていうのは見たものによってレイアウトが変わる、自動変換されるような機能があるものなんですけど、例えばパソコンで見るとこういうレイアウトになってて、スマホで見るとこういう細いレイアウトに自動変換する。これが変換されてないウェブサイトだと、ホームページのまんまちっちゃくなるので、こっちの端っこ映ってないみたいな、そんな感じになるから、めちゃめちゃちっちゃいので、こういちいちこう手でタップして、ズームして大きくしながら見ていかないと見れない。これレスポンシブデザインになってないウェブサイトっていうんですけど、これ評価下がりますんでね。今後はもう標準仕様が自動変換されて、しかもスマホで見る方が多いので、最近はそこを意識した、写真も用意しなくてはいけないですね。なので横か縦かというと、横が案外必要になってくるケースが多いんですよ。ただよく写真教室とか行くとですね、縦位置で撮りましょう、おしゃれに見えてかっこいいからとかっていう話も非常に多いので、縦の写真ばっかり撮ってる方とかも結構多くてですね、横がほとんどなくて使えないっていうケースがあるので、2つやっぱり用意する必要があると思っています。縦写真と横写真ですね、使う場所が違うからです。ブログとかは別に縦でもいいですけどね。でも横写真の方がね、結構ウェブサイト上ではよく使えたりします。印刷媒体とかは縦の方が使えるケースとかがね、多かったりしてますけれどもね。はい、まずその縦か横かっていう話で、あとはアングル的に言うと、俯瞰っていう上から見るタイプと、45度、60度、90度、90度で、あとは水平、真横からサイドアングルとかいろいろあるんで、アングルっていうものでも被写体の状態が変わって見えるので、そのアングル替えっていう写真もあった方がいいよねっていうふうに思います。あと配置ですね、その被写体がその画面の中のどこに置くようにするのかっていうのが、これやはりですね、初心者の方だと画面いっぱいに撮りたがるんですけれども、余白少しね撮っておいてもらった方がいいです。なぜならばウェブサイトそのまんま写真載せるケースもあるんですけど、文字とか入れたりケースも結構あるんですよ。ヘッダーとかポイントとか入れたりするのに、そうすると右とか左とかがちょっと寄せてあって空いてるとか、縦位置だと上か下かが空いてるっていうと余白が取れてるので、すごい一生懸命加工しなくても加工しやすいんですね。でもこれがギチギチだと背景足すのって難しいんですよ。だから、少し引きっていう引いた写真も持っておくといいなと思います。寄り写真ばっかり撮ってる方もねいらっしゃるんで、寄りは極端な話画像解像度は落ちるけれども、トリミングしてしまえば寄りって撮れるんですよ。だけど引きの写真はその画像加工でどうにかなるものじゃないので、引いた写真も1枚撮っておくと横でも縦でも結構重宝します。これその1ですね。その2か。
であとですね、配置なんですけど、今の話にも絡んでくるんですが、まあ、ど真ん中に被写体ボンって置くっていうのはとても力強い印象があって訴えるものが強いんですけれども、まあ非常にですね、なんていうのかな、文字配置とかなんかそういうのがね難しいんですよね。あと退屈な印象です。すっごい訴えたい力強いものが真ん中にボンってあるとおっていう感じ。あとシンメトリーって言って左右対称になってるようなタイプのものとかはど真ん中にボンっていうのが非常にいいようなケースとかもあります。ですので寄せもですね、真ん中左右とかっていうので寄せで取っておくと、まあ後でどうにでも使えるっていう複数のパターン、要は1枚でね済まそうっていうのがまず無理で、アングル替えと露出補正、要は明るさ替えと構図替えとかやっていくと、まあ30から50は一つのものに対して、私の場合ですよ、取っていくの普通で、すっごい取った時100とか取ってましたからね。はい、なんで捨てていくイメージです。あ、これ採用できないなとか、あとはその時の自分の気分ではいまいちだなとか思っても、なんか引っ張り出して違うところの媒体で使うっていうと、あ、案外こっちがいいかもとかね、後で出てくる時があるので、ピンボケとかどうしても写真のクオリティとして無理だよねもの以外は全部撮ってあります。なので画像の結構外付けハード、私4テラっていうのを持ってるんですけどね、1テラって1000ギガなんで、それで分かりますかね、雰囲気と。4テラ持ってます。動画も保存してたりとかしてたんで4テラ2つ持ってますねなので皆さんそこまでいかないと思いますけれどもね、そういう感じで、考えていただけるといいかなというふうに思います。あとですね、ちょっとね地味に人間の目って優秀なので、写真にすると絵としてこういまいちなのかですね、2人とか人物がいたり、まあ、生徒さんと語らう姿とかっていうのがある場合にはですね、ちょっと近寄ってもらって撮った方がいい感じになったりします。離れて見えちゃうんですよ、その見ている距離よりも。人間の目ってそこをちゃんとね補完してできるんですけど、カメラってそういう風に撮れちゃうので、結構びっくりするぐらい近いよ、対談のシーンとか思うようなシーンで、要は人間ってパーソナルスペースがあるので、50センチ以内の中入ってこられるとこうなんかちょっとえっていう風になるんだけど、結構近くにやって撮らないと対談してるような顔にならないんですとか、そういうのもあるので、写真としてバランスがいいように撮っていくっていうのが大事なので、レイアウトが本当に正しくても見た目がそういう風に見えるように配置替えする必要があるんですね。特にその食卓みたいな形ので見せる時には、本当に綺麗に並べちゃうとスッカスカに見えてしまうので、本当に見た時に、あ、そういう風に見えるよねって言って詰めていく必要があるので、これやはりちょっと写真を撮る時のね違いになったりとかします。だからその写真の見え方の方を優先して被写体の方を動かすっていうイメージになります。あとですね、目線があるものは目線が大事、まあ、あと目にピントが合ってることが大事ですね。例えば私が今こう見てますけど、こう見たらこっちを向いているので、ここにあるものが気になります、人は。で、私がこっち寄りでこっちを見てたら、ここにあるものが気になるので、字とかを読ませる場合には目線とかが必要になるので、人間とかを一緒に入れていく場合には目線の先に何があるかっていうのは見せたいものを置くっていうのが一応セオリーになってるので、ヘッダーとかもこっち見ているここにやっぱ文字とかを入れていくっていうのがまあ通常になりますしね。はい、何かぬいぐるみとかそういうものでもいいんですけど、目があるものとかだとやっぱその目に人は行ってしまうので、そこで読ませるっていうね、そういう手法を使ったりすることがあります。あとですね、水平垂直、これ案外女性結構崩れてる方多いんですけど、私もともと建築やっていたので、水平垂直がずれてると超気持ち悪いんですよ。とはいえカメラのレンズの特性でこう外に向かってこう倒れるように歪むタイプ、広角レンズってその系が多いんですけれども、歪むとやっぱり気持ち悪いので、お料理写真とかやっぱり中望遠、標準レンズからちょっと望遠レンズ気味で撮る方が歪まないし倒れないし、お皿が台形にならないとかっていうメリットがあるので、レンズ自体もそういうレンズはおすすめしてるんですけれども、グリッド線とかを入れて撮ることをおすすめします。写真はやっぱり特にストライプとか
格子のデザインのチェックのものとかを下敷きにしたりとか、板目を下敷きにするとですね、すっごい曲がってるとすっごい気になります。気にならない人は気にならないんですけどね。でも気になる人も世の中にはいるから、そっちの方向で合わせていく方がいいですね。なんか不安定な感じがするんですよ。グラスが傾いてて倒れてるように見えちゃう。本当は倒れてないんですよ。カメラとその構図の仕組みでグラスが倒れてる。あとはなんかこう斜めに映してるのが、意図的に斜めに映してるのであれば大丈夫なんですけど、テーブルが斜めに滑り落ちていくようなイメージに見えるような撮り方をしてしまうと、不安感を引き起こしちゃうんですね、無意識に。これ心理操作の方になっちゃうんですけれども、だから一応意図がないもの、意図があってね、わざとね、こうちょっと変化をつけようって斜めにする写真は OK なんですよ。意図がなく斜めになっちゃったとかいうのは良くないので、そのグリッドラインですね、水平垂直の傾きがなるべくないように見ていくっていう撮り方をするっていう見方もね、必要になったりとかします。なので、目があるものは目の方にね行ってしまうものがあるっていうのと、あとは斜めに倒れてると不安感をね呼び起こしてしまうので、なるべくグリッドラインをきちんと取って水平垂直になった方がいいっていうことですね。あとはですね、まあちょっと余談なんですけれども、ペット子供女性 これは割となんかウェブサイト上では注目される鉄板って言われてる3アイテムでですね、まあ人はそういった被写体に対して、まあ無意識的に好感度を抱くっていう、多分そういう仕組みがあるからだと思うんですけれども、男性よりは女性の方がいいです。あと子供ね。ただ自分の授業に全く関係なかったらそれは入れるべきものではないし、私のホームページとかパンのホームページの方は当然パンなので、パンの写真はいっぱいです。あと私自身がどういう人間であるのかっていうのも伝えるための、まあ私の写真とか載ってますし、ギャラリーの方は生徒さんですね、参加してくださった生徒さんとのワイワイしてるシーンとかがバーッといっぱい載ってますけれども、まあそういう撮り方、要は人気があると人は安心して通えますのでね、はい、人気がないホームページを作っていく時には超スタイリッシュに作り込んで、もうそれだけでも圧倒的な存在感でどうしても習いたいと思わせるぐらいまでできるのであれば、人気がないホームページでも大丈夫ですけど、通常サービス業だとやっぱ人がそこに行った時にどうなんだろうっていうのを想像させるような状態になってないとですね、なかなか集客難しいっていう場合もあったりします。はい、そこは番外編でした。ですので、まとめると、まず2つの大きなポイントがあって、1つは写真を撮る前のそもそもの準備で、コンセプトとあと顧客対象、これを決めた合わせた写真を撮るていこうっていうのが1つと、2つ目はウェブサイトに配置していく上で撮っておくべき写真の数はかなり多い方が後で楽っていうことですね。アングルの話もしました。構図の話もしています。まあ、外せないのがピントを外せないとかね、絶対に失敗写真にならないようにするっていうポイントももちろん言ってるんですけれども、ウェブサイトに入れる場合に気をつけなくてはいけないポイントっていうものをお話をさせていただきます。ですので、写真家になるわけでもないですし、本業は何かの先生であったり授業してるって、そちらが本業になるんですけれども、毎回毎回カメラマンを雇うには当然費用もかかりますし、時間もかかりますし、何しろ更新スピードが遅れますよね、写真がないっていうことに対して。ですので、ある程度知識を覚えて自分で撮っていく方が、結果としてはお客さんが集めやすくなる、あとはスピードが上がるっていうところのメリットもかなり大きいので、この機会にぜひ写真もご興味を持って覚えていただければなっていうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。